チャッキー王子の大怪獣映画館、小さき勇者たちガメラでございます。えっ、ー、と、平成ガメラ3部作の後に作られたガメラ映画です。はい、えー、見てない方、えー、これから見る方はブラウザーバックをお勧めいたします。同い映画ですか、チャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。これから行く方、行ってらっしゃい。はい、小さき勇者たちガメラでございます。 あの僕はあまり好きではないかもしれないっていうか苦手なタイプですね。まあ怪獣に名前を付けて育てるという設定がちょっとうんどうかなと思う感じかな。あのトトって名前が付けられるガメラ。えー、卵から浮かして育てて育てますけども。はいえ。対するジーダスっていうね。 絵巻とかゲ型怪獣も人を食べるんですけども、まあ、平成ガメラほどインパクトはないんですしトトの、まあ、トトってあえて言いますけどガメラじゃなくてトトのデザインがあまりにも子供向けになっちゃってるっていうね、まああのえー、著作権がダイエーから角川に移ってのは1本目なので新生ガメラとしてのスタートだったんですけども。 まあ、激甚したって感じですね。まあ、少年の自分のいるものとしてはよくできた感じはするんですけども、やっぱり、あの、ガメラののの鳴き声が変わってたたりとかねするのも残念でしたはいあの、まあま名古屋を破壊するシーンは大迫力なんですけども、あの、やっぱりね、うん、子供向けっていうか、まあ、親が見てもね、面白いかもしれない、親子向けかもしれないですけども、 あまり評判がいい一本ではないとは思ってます。はい。えー、まぁ、あ、外のデザインなんとかならなかったのかなはい。まああの、この後、ガメラリバースでね、あのー、この、リベンジを果たす感じで、ストーリー、に似た感じのストーリーやるので、ガメラリバースの予習のためにも見てみてはどうでしょうか。チャッキーーチでした。チャンネル登録よろしくね。